メッセージが放映されました。ただいまからウィナーズサークルにおきまして桑島貴晴騎手の引退式を行います。非常に簡単ではございますが、桑島貴晴騎手のプロフィールをご紹介申し上げます。桑島貴晴騎手は昭和30年1月31日生まれ、北海道浦河町の出身でいらっしゃいます。昭和46年船橋競馬高松博之厩舎の所属となり、同じ年10月17日船橋競馬場でミスエメラルド号に騎乗し、ジョッキーとしてデビューされました。翌々日の19日同じく船橋競馬場でデビュー9戦目にして山嵐号に騎乗し初勝利を挙げました。平成19年には高松調教師の勇退に伴い、現在の石井勝雄厩舎へと移籍されました。その卓越した騎乗技術は他の騎手からのお手本とされ、誰からも慕われる人柄でファンの皆様、そして競馬関係者をも魅了してこられました。地方通算成績は歴代1位の4万201回騎乗、そして歴代4位となる4713勝を挙げました。この間に南関東4条すべての重賞競争を重賞を勝ちを収めていらっしゃいます。すべての条で重賞勝ちを収めていらっしゃいます。その数実に86に上ります。南関東の牡馬旧クラシックレースである東京ダービー、羽田杯、そして東京桜花賞、また牝馬のクラシックレースである関東オークス、桜花賞、東京プリンセス賞のすべてで勝ち星を挙げられました。中でも高松厩舎のプレザント号、出川克美厩舎の日の出ラスタ号と2つの勝ち星を挙げた東京ダービー、また歴代最多の4勝を数える関東オークスでの活躍が光るところです。また南関東五冠馬とも称されたアラブの名馬北斗雷電号や帝王賞ダイオライト記念などを共に戦った南関東黄金時代の代表馬ロッキータイガー号との名コンビぶりは私たちに強烈な印象を与えてくれました。特に日本中に桑島貴晴騎手の名を轟かせた昭和60年11月24日雨の東京競馬場のジャパンカップロッキータイガー号で皇帝シンボリルドルフにあと一歩と迫ったその走りは、本日お集まりのファンの皆様のみならず全国の多くの競馬ファンの記憶に今でも焼き付いていることと思います。勝負服は銅青、白星チラシ、袖白。約40年間我々を楽しませてくれた、そして感動を与えてくれたその雄姿を残念ながらもう見ることはできません。名手桑島貴晴は平成22年5月28日浦和競馬第8レースを最後にステッキを置きました。本年は約40年間の感謝を込めて引退式を行うものでございます。桑島騎手、長い間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。それでは桑島貴晴騎手からファンの皆様にご挨拶でございます。ではお願いいたします。船橋競馬場のファンの皆様、今日は船橋競馬場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私桑島は、16歳、昭和46年の年に騎手の免許証を取得いたしまして、南関東のこの競馬場レースのある日は本当にもう毎日のように騎乗してまいりました。しかし最近になって朝の調教やら、ナイターレース普通今日みたいな普通のレースをしているうちに、まあ、体力に衰えを感じるようになりましたので、ここで青い勝負服そして鞭を置くことに、決意いたしました。厩舎の方々の皆さんや競馬関係者の皆様には大変お世話になり、競馬ファンの皆様には毎日のようにこの熱いご声援をいただき、また応援をしていただきましたこと、私、40年近くジョッキーをやってきた大きな力添えになったことをありがたく感謝しお礼を申し上げます。今日は本当にありがとうございました。
で、その後のことにつきましては、まあ、40年の疲れをゆっくり癒しながら、まあ、温泉旅行でも行きながら、孫の面倒でも見ながら、過ごしていきたいと思います。今日は本当にこういうこの天気の中、船橋競馬場にご来場いただきまして、またこのイベントに参加していただきましたことをありがたく感謝しております。どうもありがとうございました。続きまして、引退を記念するという形になりますが、花束と記念品の贈呈でございます。まずは船橋競馬開催執務委員長鈴木正明より、桑島貴春騎手に花束と記念品の贈呈です。脇田記者ありがとうございます。続きまして、千葉県馬主会会長瀬山浩一会長から花束の贈呈でございます。続いて千葉県調教師会川島正幸会長から花束でございます。続いて千葉県騎手会佐藤雄太新会長から花束の贈呈でございます。千葉県厩務員親睦会松本博史会長から花束でございます。続いて読売ランド船橋競馬場中村博史場長から花束が贈られます。続いて最終的な所属となりました石井厩舎石井勝夫調教師から花束が贈られます。なお石井調教師からは一言ご挨拶をいただきます。厩舎会議議室からお手伝いいただき本当に心強かったです。ありがとうございました。続いてデビュー時の所属でありました高松厩舎高松博之元調教師から花束が贈られます。続いて桑島貴春騎手の奥様でいらっしゃいます桑島智子様から花束が贈られます。なお奥様からも一言ご挨拶をいただこうと思います。では奥様、ファンの皆様に一言お願いいたします。今日はお集まりいただきまして大変ありがとうございます。40年間こうして騎手の生活をできたもも、多くのファンの皆様と関係者のおかげと大変感謝しております。そして本当に今まで辛いこともありましたが、ここまでやってきてくれて本当にありがとうございました。これからはのんびりと体を癒してください。今日は本当にありがとうございます。続きまして船橋競馬担当の専門誌トラックマン一同様から
花束の贈呈でございます。代表しまして古川理恵様から花束が贈られます。続きまして石井厩舎の馬主さんの代表でいらっしゃいます竹内俊子様から花束の贈呈でございます。続きまして関係者の皆様から花束が贈られます。まずは石井厩舎の代表島田昌司様、続いて坂本昇町教師、花束が贈られます。続いて楠木真嗣厩務員からも花束が贈られます。今日は林町教師が代理で花束をお渡しになります。以上関係者の皆様からの花束の贈呈でございました。大変名残惜しいことではございますが、まだございますか。まだございました。飛び入りもございますので、関係者の皆様からの花束贈呈でございます。もう手元に資料がございません。引き続き関係者の皆様からの花束の贈呈でございます。こちらが最後となりますでしょうか。ご家族からの花束の贈呈でございます。